皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。英語は超苦手な人の高校受験音読英語の15回目、今回は疑問文と否定文の作り方の超簡単な基本的なルール、これを説明します。疑問文で疑問詞と、ね、どこという where と、いつという when とか、そういうものがつく場合もありますけれど、その疑問詞のつく文章を作る場合も基本はこれが分かっていないとできないんですね。ですから今日この基本中の基本の超簡単なルールをこの動画で覚えちゃってください。疑問文否定文の作り方、実は2パターンあるんです。どういうことかというと、 be 動詞助動詞型の文章のもの、もう一つは一般動詞型のもの、この2つなんですね。 be 動詞というのは am, are, is でしたね。助動詞というのはこれまでに can が出てきました。ではまず be 動詞助動詞型の文章、こちらから説明していきます。この be 動詞助動詞型の文章、疑問文を作るとき、 be 動詞助動詞を主語の前に置き直します。1番を見ると You are busy. You are busy. あなたは忙しい。これをあなたは忙しいですかという質問の文章にしたかったら、この B 動詞の are を主語 you の前に持っていって Are you busy? Are you busy? こうすればいいんですね。2番は He can run fast. He can run fast. 彼は早く走ることができます。この文章、助動詞の can ですね。これを彼が速く走ることができるかどうか聞きたかったら、この can を主語 he の前に移動して can he run first? can he run first? こうするだけです。簡単でしょ。では次は否定文に移ります。これ否定文を作る場合、これ be 動詞助動詞の後ろにNot を置きます、ね、Not を入れればいいと。そうすると3番 I'm sad. I'm sad. 私は悲しい、こういう意味の英文ですよね。これ悲しくないという否定の文章にしたかったら、このこれ I'm というのは I am ですね。 B 動詞 am、 この後ろに Not を入れて I'm not sad. I'm not sad.こう言えばいいんですね。4番は She can read English. She can read English. 彼女は英語を読むことができますと、ね、これ読むことができませんだったら、助動詞 can の後ろに not を入れて She cannot read English. She cannot read English. このように言います。この can not の部分、書き方として、ここでは2つ can と not に分けてありますけれど、これを1つにして cannot という書き方、それから cannot を短くした can't、こういう形もあるので一緒に覚えておいてください。さて次は一般動詞に移ります。一般動詞 like とか live とか play、ね、こういう動詞でしたね。こういう動詞を使っている文、これを疑問文作りたかったら、これ主語の前に do, does, did、 このうちのどれかを置いて動詞を原形に戻します、ね。三人称の単数の s がついている文章だったら does を使って、過去形のものだったら did を使います。5番は You play soccer.You play soccer. これ三単語の S の文章じゃないので、Do を使って Do you play soccer? Do you play soccer?、ね、あなたはサッカーをしますかと、こんな風な疑問文になるわけです。6番は Ken lives in Mishima. Ken lives in Mishima. ここでは三単語の S がついている、形なので、これ does を使って does をまず一番最初に置いて does Ken live in Mishima?
Does can live in Mishmat? この does を置いたので、この lives s が取れて live になっていますね。ね、does can live in Mishmat? このように疑問文になるわけですね。さて7番は、I wrote this letter. ね、I wrote this letter. この wrote というのは、write 書くという動詞の過去形です。不規則動詞ですね。過去形なので、did を主語の前に置いて、did an、そして wrote は原形の write に戻っています。Did an write this letter? Did an write this letter?この原型に戻すの、時々忘れちゃう人いるんですけれど、しっかり、ね、意識しておきましょう。このようにして、疑問文を作るわけです。さて、今度は否定文ですね。否定文の場合は、主語の後ろに、don't, doesn't, didn't、これを置いて、動詞を原型にします。ね、三単元の s がついている場合、これは doesn't。過去形だったら didn't、 これを使うわけです。例を見ると8番 We like winter. We like winter. 私たちは冬が好きです。これ3単元の s がついていない形なので We don't like winter. We don't like winter、ね、主語 we の後ろに don't を入れて like winter、 私たちは冬は好きではありません、こういう文章になったわけです。9番はMy mother plays the piano. My mother plays the piano. 私のお母さんはピアノを弾きます。これ3単元の S がついていますよね。ですから、これ doesn't を使って My mother doesn't play. plays の S が取って原型の play になっています。ね、play the piano. My mother doesn't play the piano. これで否定文ですね。私のお母さんはピアノを弾きません。こういう文章になったわけです。で、10番です。I got up at 6. I got up at 6. ね、私は6時に起きましたと。got は get の過去形ですね。ですから、過去の文章ですから、didn't を使って、主語 I の後ろに didn't を置いて、I didn't get up at 6. ね、got は原形の get に戻って、I didn't get up at 6. このようになるわけです。さて、ここでまとめておきます。ね、B 動詞、助動詞型の文章では、疑問文を作るとき、B 動詞、助動詞の助動詞を主語の前に置き直すと。それから否定文は、B 動詞、助動詞の後ろに not を入れると。もちろん、短縮形を使っても構いませんね。一般動詞型では、ね、疑問文、主語の前に、do, does, did を置いて動詞を原形に戻します。三単元の S がついていたら does、過去形の文章だったら did、そして動詞を原形、これを忘れないようにしましょう。さて否定文ですね。主語の後ろに don't, doesn't, didn't を置いて動詞を原形です。ね、三単元の S がついていたら doesn't、過去形だったら didn't を使うわけです。今回は疑問文、否定文の超簡単な基礎のルール、ね、このお話をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。